11月下旬に第一子の妊娠を公表したばかりのタレント安田美沙子さんの夫に不倫が報じられました。これで大荒れなのが、安田さんを広告に起用していた一部企業。安田さん11月結婚情報誌の表紙をウェディングドレスで飾り、ウェディングドレス姿で飾り、こだわり抜いた自身の結婚式についてのろけていたんですが、当然これは新婚の立場を生かしたブライダルビジネス。広告代理店のプランナーによると、この他にも安田さんの起用を進めていた結婚関連事業者が数多くいたことから、プランの白紙化が続々検討され、出産を見据えて決めかけていた来年のタイアップ仕事もご破産になりそうだと言います。本人が問題を起こしたわけではないのですが、結婚や出産絡みのタレントビジネスは幸せいっぱいのイメージであることが大前提。それが壊れたので企業へのプレゼンはできません。安田さんの仕事の悪影響はかなり大きいと思います。特に最近の彼女は結婚について自慢げに語ることが多かったので、面目丸つぶれでしょうと、ウェディングプランナーの方は述べています。週刊文春によると、安田さんの夫でデザイナーの、なんて読むんでしょう、下取直之さん、直之氏が12月18日、妻とは別の女性とデートし、新宿歌舞伎町のシティホテルに入ったといいます。相手女性は都内病院に勤務する北川景子2の27歳で、夏に合コンで知り合ったけど、下取さんは本名や既婚である事実を隠していたんだといいます。来年春に出産する予定の安田さんにとっては大事な時期に夫に裏切られた形です。安田さんは3年前テレビ番組で一般男性と交際1年半で一般男性と交際1年半であることを明かし、その数ヶ月後には結婚を発表。以来報道陣に家賃や食費は折半していること、喧嘩が絶えないことなどを隠さず明かすようになり、バラエティ番組などの出演を増やしていました。去年4月の豪華な披露宴には、不倫騒動に見舞われるタレントのベッキーも出演していたらしいんですが、同時期に発表したのがレシピ本、またあれ作ってと言われる幸せご飯レシピ。で、その流れを見ればまさに結婚商法と言える路線でした。それを全てぶち壊すような夫の浮気。それも既婚や本名を隠しての所業とあっては、ベッキーと不倫交際していた当時の、カワタンギャンツォのゲスっぷりを思い出しますと。はい。過去バラエティ番組では夫の浮気について一回なら許しちゃいそうと言っていた安田さんですが、自身のタレントの仕事が破壊される状況では笑ってもいられません。安田さんを起用していた番組関係者も今回の事態には同情的です。事務所が目指していたのはポスト小倉優子のママタレ路線だとはっきり聞いていたばかりでしたからね。小倉の夫が不倫騒動を起こしてそのポジションから、脱落気味だなので、まさに空いた席を狙ったわけです。でもまさかその小倉と同じ妊娠中に不倫されてしまうとは、うん、という関係者の声。まあそうですよね、はい。小倉優子さんはママタレ戦国時代と言われる中で優等生的な存在でしたが、夫の不倫以降はその手の仕事オファーはパタリと消えてしまったそうです。当然安田さんもそうなることが予測されます。いっそのこと夫への怒りをうちの番組で叫んでくれたら嬉しいですけど、ギャラが大きいのはテレビ番組より CM やタイアップの方なので、事務所がそういうの許さないでしょうねと、うん、ある芸能マネージャーの話では、披露宴で乾杯の温度を取ったアッコファミリーのドン和田アキ子が下取氏に激怒しているらしいというんですが、その真意はさておき、安田さんのタレント生命を心配する声が多いのはまあ間違いないですね、これは。はい。